今日はきのこのピクルスをご紹介します。今回は米酢を使っています。程よい甘みとコクがあるので米酢を使ってるんですが、合わせる食材によっては少し酸味の強い穀物酢を利用していただいたり、私たちのお店では白バルサミコ酢というバルサミコ酢のホワイトのバージョンです。それは少し甘みもだいぶ立っておりますので、バランスよくピクルス液を作ることができます。これからピクルス液を作ります。今日はこの米酢、お米から作ったお酢ですね。酸味が程よくて甘みとコクがあるのが特徴のお酢です。そこに風味付けに白ワイン、少しアルコールが入ることによってバッとアルコール分は飛ばしますけれども、ちょっと程よくアルコールが残っていて、きのことの相性は抜群です。ここにお水が入って少し酸味を和らげます。お砂糖とお塩、万能でいろいろなものをつけていただけますが、きのこって水分が多いので中がスポンジ状態になってピクルス液をぎゅっと吸うので、この液体をスプーンで飲んでも美味しいと思えるぐらいの風合いに作るのがポイントです。例えばきゅうりとかはしっかり塩を入れていただいた方がきゅうり自身を食べるので美味しくできるんですけれども、きのこの場合はこの液体をもう美味しく仕上げた方が美味しいピクルス液になると思います。風味付けにローリエと、唐辛子、そして潰したにんにくですね。私は結構にんにくの香りを立たせたいので2つ豪快に入れます。はい、そしたら一度沸かしていきます。あまりですねコトコト沸いてからも火をかけてしまうと甘みが立ってきてしまって酸が飛んでしまうので、バッと沸いたらもうすぐ火を消すような形でいいと思います。このように沸いてきましたら火を消しまして、合わせやすいボウルやタッパーに移してください。はい、今日は選ぶきのこ、家庭でも手に入りやすいこのえのき、まいたけ、しめじでいきたいと思います。えのきはシャクシャクっとした食感がですね非常に面白いきのこだと思ってますから、もうこの長さを生かして下の石突きの部分取っただけの状態でほぐしていただければいいと思ってます。続きましてまいたけ。まいたけはですね非常に香りがありますので、豪快に手で房をちぎるように下の硬い部分がありましたら取っていただいてもいいんですが、ここまで食べていただける食材ですので、土がついているようなところは取り外してもらった後はもうほぐしていただければいいかな。ちょっと存在感を持たせて大きめにほぐしてください。しめじはですね石突きの部分を少しカットしていきます。きのこはですね洗ってしまうと香りがすべてダメになってしまうので、土がついてたりすると、フランスのきのこよく輸入すると土がついてるのでハケで一生懸命一つ一つ掃除するんですが、日本のきのこはですねそんなに土がついてるっていう状況はないので、このまま使っていただくのが一番きのこの香りを生かしやすいと思います。ではこの沸騰したお湯の中にですねお塩を入れていくんですけれども、一応 1.5% ぐらいですね。普通パスタ茹でるのが 1% っていうんですが、少し強めの塩で茹でることによってきのこの内側の水分をぎゅっと短い時間で引き出していきたいと思います。で同様に中にいい具合の塩加減を入れていくっていう形ですね。はい、 1.5% ぐらいのちょっと強めの塩を入れた沸騰したお湯の中にきのこを入れていきます。大体ですね2分ぐらいで十分に塩気も中に入りますし、余計なきのこの水分も抜けていくので2分ぐらいふつふつと沸かしてください。でピクルス液が熱い状態、きのこも熱い状態で合わせていくことによってぐっとそのピクルス液を吸わせて美味しいピクルスを作っていきたいと思います。どっちかが冷えてしまうとですね浸透にやはり温度差があると時間もかかってしまいますので、最初に熱々のまま入れた方が合わせた方が美味しくピクルスできていきます。はい、ではだいたい2分ぐらい経ちましたらこのように揚げていきます。液体にはですねきのこのいいうまみのというか色も出ておりますが、これが余計な水分と思っていただいていいと思います。これを合わせていきます。簡単でこのようにある程度混ぜ合わせていただいたら、このきのこが冷えるぐらいの時間ですね、1時間ぐらいほったらかすと美味しいピクルスが出来上がります。さっくり絡むように混ぜ合わせてくれればそれでいいと思います。はい、これが時間が経ったものを冷蔵庫で冷やした、きのこのピクルスです。もうこのままですね、タッパーに入れていただいて、1週間ぐらいは風味よく食べていただけると思うんですけど、やはりきのこ水分たくさん持ってますので、少し味が薄まっていく可能性はあります。もし気になったら少し余熱を足していただいたりとかすれば、元の味に戻ってくると思いますので、そのように保存しながら召し上がってみてください。そうですね、この液体が嫌でしたらもうこう水分取っていただいてもいいですし、ジャブジャブ食べていただいても体にお酢は非常にいいものなので、そういうふうに食べていただいてもいいと思います。はい、出来上がりです。凝縮したきのこのうまみをさっぱりと召し上がっていただけるきのこのピクルスです。